こういう人間とは関わらない方がいいという見分け方はありますか？そういうこだわりがない方がいいんじゃないかなと思いますけどもね。人間ってね、必ずいいところと悪いところがあって、まあ悪いところを見つけるとね、女好きやとか、お金にだらしないとか、酔うと喧嘩する人やとか、完璧な100点の人間なんてまずいないわけじゃないですか。それをまず100点与えといて、そこから減点方式というふうに見ていったら、ちょっと人間関係幅狭まるんじゃないのかなと思います。まず長所にね、目を向けた方が、そこから徐々に、合わせていった方が、人間関係の幅も広がるんじゃないかなと思いますけどもね。ただ僕は、タバコをポイ捨てする人間だけはほんまに距離を置かないかなと思ってます。というのも今時タバコをポイ捨てする人間なんていうのは必ず周りの人間もポイ捨てするかのごとく存在に扱うんじゃないかなという僕のね個人的な思いがあります。というのも自分の部屋にタバコを火ついたタバコとかタバコをポイって捨てて足でガリガリってやって火消すとか自分の部屋でやられたら切れるでしょ。それをねパブリックな場でやるんやったら他の誰かがやってくれるでしょみたいな、それを誰か拾ってくれるでしょみたいな人がいるでしょみたいな考え方も許せないし、自分の吸ったタバコの吸い殻一つ自分の手でね適切に処理できない人間なのかなというのも垣間見えますし、何よりタバコの吸い殻一つをしていることでもう周り全てが荒廃していくわけですよ。あ、一個押してたらいいか、あ、じゃあここやったらポイ捨てしていいかっていう風に空き缶とかほかされたりスプレーで落書きとかされたり、どん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 エスカレートしていくわけで、うちの店とかでもね丹精込めて育ててる、大切に大切に育てる植物の上からタバコとか掘るやついますからね、平気で掘るやついますからね、どういう神経してんねやろうと思いますけどね。別に拾ったらしまいの話ですけども、僕は拾えばプラマイゼロで、何の問題もないんですけども、これが身内になったらねエスカレートしていくの目に見えてるじゃないですか。自分のこと何一つできない、自分のことも何一つできないどころか人のことを考えない、自分がその場その場で幸せだったらそれでいいんだみたいな自分勝手な人間であるという何よりの証拠なんではないのかなと思ってます。まあこれはデータがあるわけでも何でもなくて僕の個人的な経験から学習したことなんですけども、まあ犯罪を犯すとか金を盗むとかそういうことに繋がってくる嘘つきは泥棒の始まりみたいなあるじゃないですか。エスカレートするモラルを守らない人間である、嘘つきは泥棒の始まりの悪い人間になる始まりっていうのがこのポイ捨てという微罪な罪なんではないでしょうかと思ってるんですけどね。まあポイ捨てすることにとって罪に問われることはない、あ、まあ何ですか、路上喫煙今1000円罰金取られるようになるんですかね、大阪市は。刑罰とかそんなん置いといてモラル的な問題でね、問題があるのはそういう人なんではないでしょうか。明らかに問題ある人じゃなくて、これから何か問題を起こすであろうなという人の黄色シグナルみたいなサインが僕はこのポイ捨てやと思ってます。